はい、どうも、ジェイです。スーパーマリオギャラクシー2パート15やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もワールド4進めていきたいと思います。さあ、今回は、じゃあ、ここから行きましょうか。表、裏運動ギャラクシー。表と裏があるのか。待って、英語だったらどうするんだろうな。表と裏を行ったり来たり。行ったり来たりすんの？ちょっと嫌だな。あ、そして水星メダルの場所あった。まあ、これはもう気にする必要ないですね。どこにあるんだろうなって。ということで、レッツラゴー。お、ルイージがいるけど、まあ、今回はマリオで行こうかな。はい。絶対裏にあるパターンじゃないの？水星メダルは。おー、キドピオ？なんだお前。しかも、わー、ぷよぷよの中。なんだこれ。おー、なんか倒した。オッケー、水星メダルゲット。わー、危ない。あれ、落ちない？あー、落ちる。そういうこと？表と裏に行くだけでなんか重力も変わるってこと？それ先行ってよ。待てよ、もう、だったらもうしょうがない。もう一度あそこまで行くしかねえな、これは。OK。いけ。はい、ここで。水星メダルゲットで戻ります。いった。ここは OK、 コインだ。ここはちょっと見づらいな。わあ、 OK。 あ、なんかいた。ここなら怖いトゲトゲもいない。安心安全我が命。あ、マリオさん。あんな時に敵発見ですよ。敵発見か。いや、ここで落ち着いてる場合か。出ました、ワンワンボール。はい、ここまで来れば安全。はい、こう来て、ほい、 OK、 ライフアップキノコゲット。いいよ、ほい。危ない。一旦逃げろ。おー、ここに入ったら、勝手に壊れるんだな。おー、なんだこれ。なんかいつの間にか大量のスターピースがあったんだけど。あ、そういうこと？ワンワン同士がぶつかり合っているんだ。おー。はい。まあ、あまりこういうのには付き合わないでおきまして。おー、また、重力が変わったね。まで、ついでにこいつを壊しておこう。はい。こう来て。いいよ。で、おい。いいよ。どうしようかな、ここから。はい。で、こう来て、はい。キックして、めちゃんこ危ないな。いった！はぁ？あ、待て！危な！オーケーなどが今生きてるよ、俺は。今。で、ここ！オッケー。うまい。あ、で、これはこれでいけるな。はい。大丈夫でしょ、これ。わあ、これ絶対これ体力1で行く。あれがあるじゃねえか。いたずらついて。はい。おお、なんか寝てるね。いった。あ、もちろんこのままでは反応しないので。で、ここに来て、はい、ヒップアップ。はい、来た。はい、来た。お前はなんだ。おお。
一瞬めまいしたね。けけけけけけ、オッケー。わ、まし。え、こっち来る？あー、やばいな、全然こっち振り向いてくれない。いけいけ、ここだ。オッケー、あいつダメージが入ったぞ。なんだ、わあ、こっち行くんなっつーの。おい、穴のない方へ行くな。え、これ何？いった！マグマ？やべえ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 。あ、なんか溶けた。やべえ、一旦逃げて。いって、これ熱いね。とりあえず俺は今こっちにいるぞ。おい、逃げんな。こっちにいるからいいもの。やべえやべえやべえ。おー、来て、おら、オッケー、オッケー、なんとなく今理解している。オッケー、こっち来い。あー、これじゃさすがに当たらないんだよな。オッケー、ありがとうございます。そのまま直進してくれて。はい、こう来てドーン。オッケー、よし、ということでこれでターゲット、やったぜ。いや、でも何分半かかってんな、今。オッケー。はい、これで58枚目。ナイス、イセミナルもゲット。オッケー、うまい調子だね。お、なんだ、わ、またチコアテか。迷子の地声、悲しんではいないでしょうか。一人でいなければいいのですが、同封したものが役立てることを願います。はい。そしてスターピースが50個。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ、表裏の逆襲もう一枚あるのか。じゃあ、頑張っていきますか。もうここは、あいつ。体力1で戦うと予想して、もう隠しスターはないといきます。ホリホリドリルで行ったり来たり。今度はドリル、まあ確かになんかドリルも傾いてるね。よし、ということでレッツラゴー。今度はルイージがいないパターンか。はい、ドリルを手に入れて、はい、アイテムを持っている状態でもヒップドロップはできます。ここは違うね。おー、ドリルがあるだけ。さっきの癖でヒップドロップしちまいがちだな。いけいけいけ、ほら、オッケー。で、こっちだ。ほい。あれ、行き止まりか。いけ、おー、出た。おーい。おー、ここか。私を置いてくなんてひどい隊員たちです。せっかく調査中だったのに。あ、ここでワープか。あー、行き止まり。だったらどっちにちこっから飛び降りないといけなかったですね。オッケー。はい、中間。行って。ドリルはないですか？ありました。
ここで掘りますと。おー、生きたー。なんとか土管までたどり着けるか。ん？いや、違うな。ここか？ここだー。で、ここだろ。うわー、え？なんか戻されたんだけど。オッケー、じゃあここだろう。お、行ったか。行ったー。よ、行った。はい、土管に入って出た、このチカチカ音。ちなみにこれは、おお、コインが出た。あ、これ2方向だけか。ちなみにミニオコンからも聞こえてますよ。こう来て、OK、とりあえず1個目ゲット。あ、待って、危ない。OK、危ねえ。おら。OK、これで2個目。OK。いいよ。で、こう来て、ここでホール。行って。やばい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 。チョロボンがめちゃくちゃあれだね。ほらい。行け。よし。次がラストだ。オッケー。ここに出た。これはそれしかかかってないと思うよ、これは。わあ、やっぱり音楽はこれ優先か。いけー。はい、オッケー。ということで、スターゲット。よし。うまいよ、これ。オッケー。はい、これで59枚目。なんとかうまくいっている。はい、じゃあ次行きましょう。ここはもう取ったので、じゃあ、今取れるスターが、ないですね。じゃあ新しいところ進みますか。うん、じゃあこっち行くか。ワンワンファクトリーギャラクシー。ワンワンの工場ってこと？やだなぁ。はい。ゴールドワンワンの生まれるところ。なんか生まれるところ、なんかもうちょっといい言葉はなかったんですか？でもなんかちょっと気になるな。ということで、レッツラゴー。次滑るね、ここ。うちはもうなんか手伝おうと思ってワンワンコートに乗り込んだんや。あ、これなんか下がる。なるほど。あの、なんかこれニューマリオ Wii みたいだね。あのワンワン、こっちうまく転がせへん。ニューマリオ Wii ってお化け屋敷みたいなギミック、ええ感じの穴あるで。まあ確かにあるんだけれども、あ、無理だ。ここからは渡れない。じゃあこっちから通るか。で、こう来て、おい、オッケー、水星メダルゲット。はい、オッケー。で、ここで下がって、オッケー、行って。あ、こいつ踏まれた判定なので。はい、で、ドン。はい、来たよ。はい、中間。あ、あんた、あ、こいやー。確かになんか、ちなみにこれ当たるとどうなるの？
おお、ちゃんと受け止めてくれている。で、チビワンワンもいる。ここは？あ、別に興味ない。ダンクに関しては大丈夫ですから、俺は。オッケー。オッケー。で、こう来て。うわ、パターンパターン。そんなギミック用意してるんだね。はい。で、こう来て。でさ、ああ、タコ棒が踏まれた。で、こう来て。で、こう来て。はい。で、ここにワンワンを通します。オッケー。で、おい！オッケー。はい、中間。で、これは？あー、これ？たったこれだけ？別にここでスイッチいるか。あ、出た、ゴールドワンワン。いって、多分この穴に入れたらスターが出てくるんだろうな。あ、そういうこと？なるへそ？やばいな、これ。いって、で、とりあえずこれで下げて、あいつが乗ったら降りる。いけ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 、ゴールドワンワン、いけ、オッケー、うまくいってる。で、ここは大丈夫か。あ、大丈夫みたい。で、こう来て、ほら、オッケー、オッケー、こう来て、最後にこうすればドーン。まさにゴールドワンワンが生まれた。ということで、スターゲット。いや、でも真実は定かではないんだけどね。いや、おもろ。これだから、毎日、最近は毎日、スーパーマリオギャラクシー2やってて、開けてるんだよね。はい、これで60枚目。完全クリアまで、あと4分の1、あと、完全クリア、今4分の1進んでますからね。はい。そして、表裏ラウンドギャラクシーに、いたずら彗星が現れました。嫌な予感しかしないけどね。マリオさん、ま、お手紙が届いてますよ。お願いや。宇宙の何でもやってあんたのことやろ。あんたを見込んでお願いがあるんや。ゴロド、ゴロイワゴロゴロギャラクシーで待ってる境、早く立ってな。パパタリアン。まあ、とりあえずやるか。よし、とりあえず、ゴロイワゴロゴロギャラクシーから行きますか。それがあるのが、ワード2かな。はい。ここですね。あ、隠しスター判定になっている。何のお願いがあるの？まあ、とりあえずここやっていきますけれども、実はここ8分もかかってるんやないかい。逆にどうやってクリアしちゃうかがちょっと、あれだなぁ。あ、で、まずはこいつらを倒さないといけない。こうって、はい、倒す。まあ、体力が満タンの時は、まあ、あれに変えたいしね、サービス。サービスが今も足りていない状況。おぉ、ストライク！入った。でもどこだ？うわぁ、ここで敵を全員倒さなきゃいけないのが、ちょっとあれだなぁ。オッケー。さて、あとはもうダメージ受けた方が早いか、これ。はい、一旦ダメージ受けるよ。で、
るんだけど、ほら。オッケー、どうせ、おい。いや、もう一発一発かけてきてる、俺は。オッケー。オッケー。で、こうして、お前も、戻って。ほら。で、こうして、オッケー。今、60までいった。はい。ここで敵を全員倒すというのがちょっと辛いもんなんでね。はい。待って、あいつがいるのはどこだ。おー、出たー、お前か。ちょっとあんた、あんたこれ探してるやろ。うちこの前ゴミ捨て場でそれ見つけてん。あのな、お願いがあるんや。お願い？ん？うち、あの茶色いのがめっちゃ好きやねん。あいつここまで連れてきてや。え、グリボー？グリボーなんておんのか？ここに。オーケー、グリボーがいた。あいつを誘導すればあかんのかよ。あ。おい、グリボーいなくなっちまったぜ。え、復活とかしないの？こいつ。で、やべえ。やべえ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 、危ねえ。待って、本当にさ、待って、一旦こいつ邪魔な敵は倒すぞ。待って、ここにいるってことは一旦まずはあの五類ゴローマー、ゴロイワのあいつは、倒せた方が良さそう。やべ、なんか急に壊しちまった。で、こうして、おい。あれ？こうして、いけ。オッケー、クリボー撃った。あいつはいねえよな。あ、待って、こっち来い。危ないって。待って、一旦俺のところに来い。あ、危ねえな。何やってんだよ、お前。待って。行って、あ、お前、やられるぞ。危ねえな、本当に。で、こっちに来い。入った。オッケー。うわぁ。あー、めっちゃ可愛いわ。大きい大きい。そや、これ渡すんやったら持って行き。いや、他の奴に立ちはもう、雑魚的やから倒すんやけどね。はい。ということで、スターゲット。そんな無茶なお願いしないでください。まあ別に倒す、まあ別にやったんやからええけど。はい、これでスターゲット。これで、こっち向いてよ、クリボーの隠しスターを手に入れた。はい。これで374個。はい。まさかパーマタリアンを連れてきたのかい？これまた騒がしくなるね。別にこっちの方がいいやろ。はい。とりあえずどこだ？ここか。もう一人分来るのか？あんた、この間はおきに、これ持って行き。うちにいらんよ。もう終わるから。あの、茶色いの可愛くてしゃあないねん。いや、別にそういうの、もう、別に、あれなんやけど。よし、じゃあ、今回ここまでにするので、じゃあ一旦全部預けますか。今何個あったっけ？今、4875個。オッケー、もう5000個は超える。オッケー。5255個。はい。わー。よし。じゃあ、次回ですね。じゃあ、次回は、62枚目のスターからやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、そちらツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。